申します。小さい時から絵が好きでずっと描いてた感じで今に至るんですけど、絵を描いてお金をもらうっていうプロとして活動したのはもう高校生ぐらいの時からイラストレーションの仕事とかはやってましたね。今はアクリル絵の具で描いてますね。白黒秋田、もう10年以上ずっと描いてたんで、秋田のとやっぱ色使うとバッて表現が広がるのは分かっていたので、だんだん煮詰まって白と黒でしか使って絵の具ね2つしか買わないわけですよ、ずっと10年ぐらい。やっぱりこう、あ、この感じは色があった方がもっといいなとかね、単純にそう思ったのもあるし、まあ勇気いりましたよそれは。ずっと白黒やってる方がきっとこう安定感も生まれていいんでしょうけど、ダメでしたね。ちょっと変わりたくて、自分変化したくてね、カラーにしたら割と渋めな色になっちゃうのが自分でもよくわからない、なんか持って生まれたものなのか、あんまりこうすごいカラフルな絵にはならないんですよね。あんまり計画しないで絵を描くので、とりあえず塗ってみる、とりあえず描いてみる、でその出来上がり浮かび上がったもので、あ、ちょっと失敗したなって言ったらまた塗るっていうのも繰り返しなので、本当その場その場のインプロビゼーションって感じですね。僕はどっちでもない、割と具体的っぽく見えるけど抽象的な要素のある不思議なバランスっていうのが好きですけどね。最初は正面に顔があったんですけど、ちょっと失敗してこう絵の具を、あ、失敗した、いろいろこうやり直してたら、あ、これ横側にしちゃおうっつってこう鼻をちょっとつけて、ああなっちゃったんですよね。いや、とにかくもうちょっと、もっともっといい作品を作りたいなと思ってるだけですね。